はい、どうもマブです。今日はですね、ファッションユーチューバーのゲンジさんが手掛けたウィムバイリドムのセットアップを手に入れましたので、そちらをレビューしていきます。このチャンネルでは 164.5cm の元アパレル店員の私マムーが GU やユニクロのプチプラ商品を低身長目線でレビューしていくチャンネルです。少しでも自分をかっこよく見したいという低身長の男性の方はぜひチャンネル登録をしていただけると幸いです。はい、まあ色はいいっすね。で、僕はなぜこのセットアップを買ったかっていうと、コスパなんですよ、コスパ。なんとこの上下で価格が9000円プラス税、税込みでも9900円、めちゃくちゃ安い。で、色は、ゾゾタウンではベージュその他って書かれてますが、一応ブラウンベージュですね。商品の概要を説明すると、まあ、ブランドがウィムバイリドムで、商品名が、リラックスドレープセットアップ、オフショルダーボックスジャケット×ルーズアンクルテーパードスラックスです。まあ、リンク下に貼っときます。で、ウィムバイリドムとはファッションユーチューバーゲンジがディレクションを手掛けるリドムのディフュージョンラインとして 20SS からスタートした、徹底したものづくりに加え、ベーシックアイテムに独自のエッセンスを加えた、トレンドも抑えたデザインは多くのユーザーにとって間違いない仕上がりになっている。この文章も間違いないっていう言い回しがゲンジさんっぽいですね。間違いない。デザイン性はですね、ここにもまあゾゾタウンにもいろいろ書いてますが、これ読んでもね、別に僕の目線のレビューにならないんで、まあ、また皆さん読んでください。僕がパッと見た感じはすげえ肩がめっちゃ落ちてる。うわ、肩落ちれてるのはいいけど、ここほら糸がほつれてますね。まあいいけど、肩が落ちてて色味がこんな感じ。まあグレーとブラウンの間ぐらいです。グレーとブラウンとベージュの間ぐらいの色。タグがこんな感じですね。まあ超シンプル、急いで作った感があります。で、裏地がしっかりこうツルテカ素材使ってるんで、着やすいですね。こうスーッと腕を通しやすい。で、ちゃんとしっかりこう袖のマックスまでツルテカなんで、袖を通しやすいです。で、まあ、ドレープって言ってるだけあって、こうこれね、着た感じとこうトロントロンしますね。じゃあ実際 164.5cm の僕が着て似合うかどうか試していきます。では着てみます。はい、着てみました。いかがでしょうか。素材もポリエステルってことでかなり軽いですね。こんな感じです。発色はこんな感じ、ほぼグレーですね。で、ズボンの丈が腰に、今ちょうど腰ですね、にパンツが当ててベルトしてこんな感じです。で、僕また下が 64.5cm です。で、低身長にとってそのズボンのね、その裾長い問題はすごいね、死活問題ですけど、それはユニクロとかに行って股下を測ってもらって、で、ユニクロとかで注文するときは股下補正ありで64cm とか65cm とかで自分のね、股下の長さを入れて注文してもらうとちょうど良くなります。どうですか、似合ってますこれ。ちょっと分からんけど。はい、で、靴履いてみます。靴履くと 6cm ぐらい身長アップするんで、だいぶ変わってくるんですよ。はい、靴履きました。いかがでしょうか。で、中のインナーはユニクロ U の 20SS の新作のニットポロシャツです。で、靴はクレマンのフローラサイズ 41D に、中に 2.5cm のインソールを入れてます。はい、どうですか。前、左、後ろ、右、前、はい、これ9000円なんでね、安いと思います。で、低身長に似合うかどうかっていうと、まあ、色合いが淡い色なんで、こうねぼやーっとして見えるんで、中に黒合わせて、靴も黒で合わせてもらったらだいぶ引き締まるんでいいと思いますけど、これ白とか合わせたら結構ね、ほんまに膨張しちゃってラインがこう綺麗に見えないんで、低身長には、黒で合わせると似合うと思います。実際に安いだけあって、やっぱその見た目はちょっと安っぽいですね。色と生地感が安っぽいですね。なのでやっぱイムとかリドムは学生がターゲットなので、18とか22とかマックスでも、僕は23で結構売ってるんで、ちょっとあんまりその大人が着るもんじゃないなみたいなって思ったけど、普通にそのファッション T シャツとか、今年の春セットアップ挑戦したいけど、セットアップ高いからお金ないって方はこれを着て挑戦してもらってもいいと思います。で、低身長目線からのレビューで言うと、サイズは ML 展開ですけど、そんなにめちゃくちゃオーバーっていうわけじゃないんで、オーバーに着たいけどやっぱ身長が気になって、それをそんなに挑戦できんっていう人はちょうどいいサイズ感です。今回このウィムバイリドムの、セットアップの評価を客観的にするなら、10点満点中、8.8 点ぐらいですね、うん。で、色も、まあ、トレンド性があって使いやすいですし、サイズ感もゆったりしてるので、まあ、それもトレンドをされてると。で、価格はなんといっても9000円なので、セットアップを初めて挑戦する方は挑戦しやすい価格帯だなと思いました。ちょっと残念なのが、この肩にほつれがあったりしたんですが、まあ、それは安いんで、まあ、目をつむれるレベルです。で、低身長目線でレビューをするならば、まあ、丈感もね、すごい久保丈で作られてるんで、僕らが履くとちょうど 9.8 分とか、ちょうどスーツの丈になるんで、まあね、低身長からしたら嬉しいですよね。その僕らいつもどのズボン履いても12分丈とかに
になるんですけど、このパンツはちょうどいい 9.8 分ぐらいなんですね。私は 64.5 センチで 9.8 分やったんで、背もちっちゃいですけど足も短いんで、普通一般的な165センチあたりの人は首丈よりもちょっと長いぐらいで履けるかなと思います。で、低身長の方が着るときはこういう黒と合わせてもらったら、こう引き締まってシュッとして見えるので、よりねかっこよくこれは着れるかなと思います。で、低身長目線で言うなら、10点満点中、8点かな。ユニクロ U のこのテーラードジャケットと比べると、やはりこっちの方が価格が高い分いいかなと思いますね。で、色もネイビーなので、低身長はこう引き締まった色の方が似合うんで、こっちのネイビーがおすすめです。ただトレンド性を意識したいっていうおしゃれな方は、この、イムのブラウンベージュもおすすめです。では今日も最後までご覧いただきありがとうございました。普段は GU やユニクロのプチプラ商品を低身長目線でリビューしていきますので、チャンネル登録お願いします。ファッションに悩んでいる低身長男性の方の力になれればとても嬉しいので、この動画よかったよって方はね、高評価をしていただいて、コメントなりしていただけると幸いです。で、なんかこの動画変やなって思ったらね、評価をしていただいて、その理由をコメント欄にて言っていただけると、その改善しますので、よろしくお願いします。では今日はこの辺で終わります。ではまたお会いしましょう。バイバイ。